わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は建築の力で社会へ貢献している研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部建築学科西郷雅弘教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私は建築設計の研究を実践的にしているんですけれども、その実践の方法というのが、さまざまな方とその建築の設計のプロセスを共有したいと。でその共有をすることによって、人を建築に近づけたい、引き寄せたいというふうに考えています。それを実践的に研究をしております。例えば建築の設計というのは2段階ありまして、どんなものを作るのかというのと、いかに作るのかという2段階が大きくあるんですけれども、どんな建築を作るのかという時には、地域住民の方とか関係者の方とか行政の方とか、そういった方と話し合いながら、どんな建築を作っていこうかということをやります。でいかに作るかという時は技術的な話ですので、設計事務所の方であるとか施工会社の方であるとか、そんな方々といろいろと話し合いながら作っていくと。でそのことによって建築という一つのものをみんなの所有物にできるんではないかということを実践的に試しているというような研究です。ふむふむ、実際研究を通してどのようなものを作成したんじゃ。甲子市で漫画ミュージアムを設計させていただきました。漫画ミュージアムは郷土資料館の建物をリノベーションして作るというプロジェクトだったんですけれども、設計の初めの段階から地域住民の方々とか、漫画関係者の方々、それと行政の方々に入っていただいて、合計25名ぐらいの方々とワークショップ形式っていうんですけれども、一ところに集まってチームに分かれていろいろ話をして、最後にそのチームごとの意見を出し合っていただくということをやりました。でもまあ真っ白な段階から、どんな漫画ミュージアムがこの甲子市に求められているのかというのを考えて設計をしていきました。で最終的にはいろんな姿勢で自由に読めるような空間にいたしました。まあこの作る中で甲子市とあと湯前町という町が連携をしてまして、その湯前町というのは木材が取れる場所なんですけれども、そこの木を使って作ろうじゃないかと。そうやっていろんな方に関わっていただいて、アイデアを出し合って一つの建築を作っていくということをやりました。甲子市にもう一つレストランを設計させていただいて、それもリノベーションだったんですけれども、木材をふんだんに使ったレストラン、あと子どもの第三の居場所というプロジェクトを玉名市でさせていただいて、こういろんな子どもが取りたいような行動に対応できるような空間を子どもの第三の場所というプロジェクトではさせていただいております。建物自体を設計したというわけではないんですが、益城町の仮設団地のコミュニティを作る支援をさせていただきました。例えば、靴箱がないから必要だと、でじゃあそれを設計しましょうということで、活動させていただいたんですけれども、それだけでは面白くないと、これをみんなで作りましょうということで、学生で簡単に作れる設計をして、でそれを、入居者の方々と一緒に作るということをさせていただきました。でその作る過程で学生と話をしたりとか、入居者の方々同士が話をしたりとか、そういうなんか話を誘発するような場を作りたいということを考えて取り組まさせていただきました。西郷教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。建築は箱物とよく言われるんですけれども、従来は例えば公共建築であれば、行政の方がこういうのを作りたいと考えて、で業者の設計事務所の方が設計して、で市民に与えるというような形で行われてたんですが、そのようなシステムでは地域住民の方がその建築と遠い関係にあります。でこの研究というのはそういった箱物の建築ではなくて、人と寄り添うような建築につながる研究だというふうに思っておりますので、すごく地道なこう実践的な研究なんですけれども、将来は建築が箱物というふうに呼ばれないような世の中になってくれるというふうに信じております。崇城大学工学部建築学科の活躍がますます楽しみじゃ。